僕らの別荘。やることあった。石井が何かやったのか。いい、何もしてないですよ俺。心当たりあるだろ。こんな顔になることなかなかないよ。何したかな俺、哲星さんに。またあれだろお前、いつもの腹パンだろ。いや俺さあ、動画で俺が散々いじられるから裏ではやってないよ俺。で、その俺をいじれやっつってさ、さっきのもっと俺のこといじれや、もっと俺のこといじれや、殺す気で来いやってやってるわけないでしょ。俺たちがいやいやいじらされてるわけだけどさ、日本史 B? 日本史 B じゃない教科書の日本史 B の教科書の素材、教科書の色だったな。教科書の表紙の素材だけど。どうしたの日本史 B 持ってる。いや違う、違うさ、あの引き出物でね、え結婚式にこないで。あ、お前の俺のじゃないよ。えなんで俺が俺の引き出物読んでる。言ってよ読んでよ。いや違う違う、結婚してないよ読んでよ。じゃ友達のね、結婚式。それこそ、あの、野球部の。うんちくん?いや、うんちくんじゃないです。うんちくんじゃないの?うんちくんはもう、ほんと全然モテないから。まあ、あだ名うんちくんのやつは、まあ、全然モテない。自然厳しいから、はい。眉毛サロンも最近行き出したんですけどね。うんちくんが。けど、もう全然モテない。眉毛サロン?眉毛サロンも行ってるし、AGA にも取り組んでるんですよ。あ、そうなんだ。その遺伝でね。ちょっと遺伝でね。かけてること別にいちいち遺伝でねって言われてる。本人はね、全く大丈夫。いいよ、別に。うんちくんの肩持ってる。うんちくんの。うんちくんは別に。うんちくんのハゲの肩持つよ。なんだよ、それ。これちょっとあの、それこそ野球部の、うん、あのショートのね、うん、レギュラーのやつが結婚しまして。おめでとう。おめでとう。はい、なんでちょっと行ってきたんです、うん、結婚式。でもお前ってショートのレギュラーなんて関わりないだろ。いや、あるよ。試合出てねえんだから。俺は試合出てないけど、3年間一緒に。でも、その、一緒にプレーはしたことないけど。一緒にプレーはしたことない。その子の球とかほぼ受けないわけだよね。そうか、そうか。で、ちょっと、もらったんで、何にしようかなっていう。あ、なるほどね。うん。いっぱいあるからね、こういう。いっぱいあるんですよ。カタログって楽しいからね、見てるだけでね。そう。うん。わ、これがいいじゃん。これがいいよ。これがいいわけないだろ。いいか。え、ちょっと手見して。あ、これがいいじゃん。見ろ。なんかめっちゃない。取り扱い中止してる。なんかめっちゃないぞ。え、でもさ、これ、ね。本当にね、いろいろあるのよ。食器から、文房具から、なんかこう食べる系のものとか。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。あー、わかりました。これ3000円ですかね。やだな。3000円ですかね、これ。やめて、そう。カタログ代で言ったら。カタログの予測しないで。3000円で。値段の。でもなんかさ、その、料理っぽいの多くない？っていうか、まあ多いか、こういう。食器とか多いよ。なんか、いない日用品というかね。うん。石井は今現状何がいいとかあんの？いや、まあでもどうせ買うなら、うん、その、キッチン系かなとは思ってたんですよ。あ、なるほどね。その、まあ、本能もあるし。そう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 。お鍋とかね。お鍋？土鍋とかあったんですよ。あ、なるほどね。とか、はいはいはい。あとなんかまあ、包丁とかね。あと、ちょっと形違うフライパンとか。うん。そういうのかなーみたいな。あれ、これ。ん？これ、そう。これ、これさ。これ何？これ。何？何？これ読み方？これ読み方大丈夫か、これ。いや、そんな別に。音読み？音読みなら、どっかに読み方ないの？この M ってその M かな？この M、型番の M。型番の M ってその M かな。え、これ大丈夫？え、大丈夫これ。おう。じゃあ W の方がいいし。なんで W の方がいいの？それなら。え、四日市市を中心に発展し、旧姓土鍋で全国的に有名。土鍋は全国シェアの8割を占めてる。そう、飽きちゃいました。え、そんなに？うん。ね。うん。バンコ焼きです。はぁー、あぶねぇ。あぶねぇ。言いそうになった。よかった。よかった。バンコ焼きだよな。焼きですよ。バンコに決まってんじゃん。バンコ焼きだよ。この字でバンコじゃないわけない。そうだよな。バンコ、バンコってなんだよ。だから難しい方のね、1万円とかの字ですよ。大丈夫かも。危ない危ない危ない。1万円の字。いやいや、危ない。1万円の万の字。万に、に、に、古いとか言って、これ子って言う。大丈夫かも。で、全部合わせて、バンコ焼き。危ねえ危ねえ大丈夫だよ。
じゃあお前これにしろよ。土鍋だし。まあ確かにね。バンコ焼きにしろかな。バンコ焼きにしろよ、お前。いいもんな、なんか。土鍋何人分のやつそれは、ね。ちゃんと大きいやつ。ちっちゃいよ、ちょっと。高さ、容量1リットルだもん。あ、ちっちゃいね。一人用土鍋だって。一人用か。そっか。うん、まあでも、バンコ鍋は一人用か。でもまあ、なんかみんなでみたいなのあるけどね。いや、ちょっとダメ。みんなでみたいな番号焼きもあるけどね。ない、ない。中には。ない。ないです。そんなのないです。いろんな番号焼きがあったのも、あるけどね。人によっては取っ手が長い。それ何も入ってくる。取っ手が長いって何も入ってくる。番号焼きでいいじゃん。番号焼きにします？番号焼きいいんじゃない？番号焼き以外なんかある？いや、なんかあるかな。ダンカ。ダンカ。ちょっと番号焼きいいな。ダンカ。何何それ？これバンコ結び。バンコ結びって何？これバンコ結びはやっぱこれはね。全然違う。全然違うじゃん。全然違うじゃん。バンコ結び。お前これワラデザインラボラトリーじゃん。なんじゃこれ。ワラデザインラボラトリーじゃん。これは。聞いたことねえよ。そんなことどこ見たってワラデザインラボラトリー。これはさ、やっぱバンコするときつけた方がいい。バンコするって何じゃん。だから、そのさ、バンコ、うん、薬局を上に乗せるっていうことよ。あ、そういうことね。まあ、はめたりはめたりはした方がいいのかも。失敗がないようにね。そうそうそう。失敗がないように。間違いがないように、うんうん、そうだな。はめたりとかはした方がいいのかもしれない。じゃあその空いてる部分の空気とかちゃんと抜いた方がいいのか。うん、ちゃんと裏表。裏表。裏表はある。裏表それあるよ。全然違うよ、これ裏表。がいいな。そうだな。裏表した方がいいな、これは。他欲しいないな。他なんだろうな。何でもいいよ。このほら、これとかどうだろうな。何がいい？これ、バンコリング。どうだろうな。お前、バンコリングじゃないよ。これ、バンコリングにしようかな。お前、ユナイテッドアローズキーホルダーに決まってるだろ、お前。ユナイテッドアローズキーホルダーなの、なんでさ。まあ、これ、二つあるから複数形か。複数形ってバンコリングの複数形か。お前、普通に言わなかった。まあ、なんか普通に言ってるじゃん。バンコ、バンコ、ね、バンコ、バンコね。大丈夫？バンコリングの複数形、ね。バンコシー、うん。バンコシー。バンコシー。バンコシー。誰からも見つからないようにバンコしてる。バンコシー。顔出しせずにバンコしてる。外でバンコしてる。バンコシー。じゃあ、バンコ焼きにする？バンコ焼きにしよう。バンコ焼きにしますわ。バンコ焼きがやってきたって動画も撮ろう。あ、ね、まあ、そうしましょう。ね、うん。バンコ焼きです。はぁー、危ねえ。危ねえ。言いそうになった。よかった。よかった。先に。バンコ焼きだよな。バンコ焼きですよ。だよバンコに決まってんじゃん。だよな。バンコ焼きだよ。この字でバンコじゃないわけない。そうだよな。